10月の段階で全然動けてない、もしくは結果が出てないって、正直やばいですか？いや、ぶっちゃけやばくないですよ。スケジュール知って、対策には何が必要かっていうことを学んでいくことの方が重要だと思います。どうも、信頼やりメンバーの荒松です。高橋です。今日はですね、ワンキャリアの多田さんに10月から具体的に何をすればいいのっていうのを教えていただくために参りました。最近いろんな就活生からお話聞く中で、サマーインターンあんまり振るわなかったとか、なるほど、そもそもあんまり就活やってこないで10月になっちゃったっていう子が結構いたんですよね。はい、私ですね。あ、そうなんだ。振るわなかったのですか？サマーインターン一社も受からなくて、はい、このままで大丈夫かな、サマー行かなきゃ本成功無理みたいな感じの聞くんですよ。なんで、そんなことないですよ。とはいえ不安になるじゃないですか。まあ そ, うすね、そんな多田さんに聞きたいことがあります。10月の段階で全然動けてない、もしくは結果が出てないって、正直やばいですか？いや、ぶっちゃけやばくないですよ。だって30人ぐらいしか行けないんですよ、インターン、はい、あれ、1万とか2万とかエントリー集まるんですよ。確かに、そもそも倍率が高いから。いや、そうっすよ。受かることは難しいっていう前提を。いや、難しいっす、難しいっす。考えるとちょっと楽になります。難しいっす。だってサマー行けるの30人だけど、内定者400人とかっていうパターンもあるわけじゃないですか。どうやってもこの社会ってピラミッド構図ができるんですよ、その内定者の400人の中でも、ピラミッドの頂点に立つ人とそうでない人、もちろんこれは社会に出たらひっくり返ることもあるんで関係ないんですけど、ピラミッドの頂点があるわけです、はい、でだったらサマーインターンの子たちはここなんですよ、でこれにみんな受かろうとするんですよ、そうじゃないですか。ここに入ればいいんでしょうっていう話ですよ、内定を取るっていう観点で、はい、っていうふうに思ってるんで、どれでも別にヤバくはないし、サマーインターンをしてたからといって、で10月から動き始めるっていう時期的な要素も、別に3月から始めて泣いてもらってる子もいるし、いっぱい見てきたんで、僕はヤバくはないと思います。心がちょっと楽になりました。なりましたね。ありがとうございます。サマーインターンとかに落ちた子たちに関しては絶対自己分析をした方がいいのと、ES テスト、でこの2つで落ちた理由みたいなのって、なんで ES で落ちたと思います？でもそれは一人で帰ってたからと思います。違います。多分なんで ES で落ちるかって答えになってないです。それは手段でしかないです。あー、確かに、一人で帰ってたから、自分ではすごいと思ってたけど、周りから見たら全然すごくない。はい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 、自分ではこれで意味通ってるって思ったけど、周りから見たら全然意味通ってない、っていう意味での一人で帰ったから失敗した。なるほど、手段の結果としてそれが生まれてしまったと、だから ES の基礎とかを知った方がいいんじゃないですか、じゃあそういう人たちに関しては、だから目標とか現状とか、その課題をどういうふうに解決していたのかっていうフォーマットをちゃんと知って、正式なエントリーシートを書けるようにしておくっていうのが、サマーで落ちた人はちゃんと自分がなぜ落ちたのかっていうことをちゃんと分析する、できたと、勝率があるわけですよ、選考グローベルに、面接で落ちまくってる人もいるわけですね、ES、Web テストは分かるけど、面接で落ちまくる、じゃあなんで面接で落ちるんだろう、企業研究が足りないのか、自分の過去の経験が喋ってないのか、とかっていうのを分解していった時に何が原因なのかってところを探っていくっていうことがまずやるべきです、今から始める人に関してはちゃんと基礎を知った方がいい、どんなスケジュールで進んでいくのかっていうことを知った方がいいし、どういう企業だったらまだ選考をやっているのかっていうことを知った方がいいっていうのがまずやるべきことだと思います。自己分析の話に関してはサマーインターンとか落ちたとかいう子もこの企業に行きたいっていうところもちゃんとやった方がいい。これは選ぶっていう自己分析めちゃくちゃ時間かかるんで、10月ぐらいから始めないと多分間に合わなくなるんですよ。何かというと、その企業が自分が活躍する環境に合ってるかっていうところを言語化していくっていうのが選ぶの自己分析なんですね、これをやった方が僕はいいと思ってます。だから企業に合う中でこの企業合わないな、合うなって思うことってありません？あります。ありますよね。その企業に合う中でなぜこの会社は合うのかっていうのを過去の環境と照らし合わせることが大事なんですよね、で過去の環境と照らし合わせた時に自分が合う環境と合わない環境ってこういう環境なんだなってことが分かってくると、それが就活の軸になっていくんですよ。そうなると面接も御社を志望する理由はってなったら、過去の経験からこういう風になっててっていう話にもつながってくるんですよね、だから自分のことを自信を持って喋れるっていう土台を作るっていう時期なんだと思います。
さっきの時間がかかるっておっしゃってたのは一社一社見ていかなきゃいけないから、そうっす。結局就活の納得感って僕何で決まるのかなって考えた時に、出会った企業の数と企業に合わせて合うとか合わないっていうのを言語化した理由の数だと思うんですね。でこれも一社一社の掛け算で決まるんで、ってなった時に皆さんよく言うじゃないですか、いっぱいいろんな会社見た方がいいよ、これは就活の納得感を高める一つの要素として出会った企業数っていうのがあるんです、だけどそこにフォーカス当てると志望企業いっぱい広げようってなって、結局一社一社が何も見ていなくて、こっちをやっていないって状態になってるんですよね。大公開してます。そうですよね、だから一社一社出会う企業に関して合う合わないってことをちゃんと傾向化していくってことが大事です、なるほど、あとは基礎をちゃんと固めていく、それは両方一緒です、動き方は。ES で落ちたんだったら ES をちゃんと基礎知識として使わないといけないし、ウェブテストしてる人はちゃんと勉強しないといけないし、ここから動き始める人に関しても ES とかスケジュールが分からないじゃないですか、まずスケジュール知って対策には何が必要かっていうことを学んでいくことの方が重要だと思います。スタート地点に今いる子たちは、行きたい企業がないですよ最初。そうですよね、何かしらの企業を一回選ばなきゃいけないと思うんですけど、はい、それはどうやって探せるんですか。例えばですけど、リクラミマイナミさんとかの会社でもいいんですけど、大体興味がある興味がない、興味があるかわからないに分別されるんですよ、チェックボックスあるじゃないですか、あれで30秒で興味ある興味ない興味があるかわからないっていうのをポン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 って入れてたんですよ、で興味があるってことは直感的に面白いと思ってるんですよ、で金融が面白くないと思ってる可能性もあるじゃないですか、っていうのを可視化するんですよ、分類するんですよね、ってなったら興味があるかわからないに固まったら、この業界に対しての解像度が低いんだってことがわかるじゃないですか、ってなったらその解像度を高めるっていうことをやった方がいいですよね、で興味があるところを受けたりします。計算したら大体 2,30 社の受けられないですよ、じゃあ 2,30 社の手札の中で興味がある興味があるかわからない興味がないっていうこの分類をどの比率でするかっていう手札の問題なんですよね、2,30 枚の手札にどれをはめていくっていう話、手札にとりあえず当てはめてみて、その一個一個を見ていって、でまたここに本当に興味がある自分の軸と合うって思ったらそこに絞ってみていって、そうそう、興味があるないだけじゃダメなんです、やっぱり興味があるかわからないが一番重要で、興味があるかわからないところを調べるっていうのもネクストアクションです。これが興味になる場合もあるんで、だから初めに絞っちゃダメって言われる。そうっす、合う合わないが出てきて環境条件がどん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 理由が言語化されていくじゃないですか、じゃあ理由が言語化されていったらそれが就活の軸になっていって、あ、興味があるのはこういう環境だからだわっていうのを言語化できていったら、自分がなぜこの会社に入社するかっていうことが言語化されていくっていう、ということで、今見てる視聴者さんも10月から今何すべきかっていう明確なアクションが決まったと思うので、不安があるのはしょうがないと思うんですけど、まず行動してみるっていうところをやっていただけたらなと思います、せーの、じゃーん。就活会議との自己分析ツール第2弾をリリースしました。約3分間で自分の性格、向いてる職種、選考対策が分かります。下の概要欄からぜひチェックしてみてください。旬ダイアリーではキャリアの選択肢を増やし、踏み出す一歩を応援するようなコンテンツを出していきます。よかったらチャンネル登録をお願いします。ご視聴いただきありがとうございました。